どこが一体楽しいの？私は思います。時には静かに立ち止まって。矢吹君、もうボクシングやめたら。あとは怖いよ。いつかきっと悲しい目に遭いそうです。命をかけて男なら。矢吹君は寂しくないの？同じ年頃の若者が街に青春を謳歌しているというのに、まるで刀剣のように血だらけになって殴り合うだけの生活。食べたいものも食べず、飲みたいものも飲まず、惨めだわ、悲惨だわ。青春と呼ぶにはあまりにも暗すぎるわ。足をくじけば膝で。ノリちゃん、俺は負い目はできなくて、ボクシングやってるわけじゃねえんだ。ボクシングってやつが好きだからやってきたんだ。ノリちゃん、こいつは本当さ、本当なんだよ。そんなこと分かっているわ。血だらけのリングの上でさ、ほんの瞬間にせよ、眩しいほどに真っ赤に燃え上がる。そして後には真っ白な灰だけが残る。燃えかすなんか残りゃしない。真っ白な灰だけだ。私誰もついていけそうにない。お前を超えなくて。